またしても熊による被害です。男性はこちらの畑で農作業中に突然熊に襲われました。熊は東の城岸寺川の方向に逃げていったということです。今日午前8時20分ごろ、富山市西野番の自宅近くの畑で農作業をしていた70代の男性が熊に襲われました。男性は顔を引っかかれるなどの怪我をしましたが。 自宅に戻って助けを求め妻が消防に通報したということで病院で手当を受けています警察によりますと命に別状はないということです熊は東の方向に逃げ警察や富山市それに療友会のメンバーが周囲を捜索しましたが今も見つかっていないということです十7年間子供で生まれてここで育ったけど ここまでで今年だけでね,かね富山県内では今年月のワグマの主な餌になるどんぐりの実りが悪いため人里へ降りるクマが増えていて目撃情報は先月28日時点で602件とすでに去年1年間の4倍以上になっています。県は鈴などを持って外出したり 熊が活発に活動する早朝や夕方の時間の外出を控えたりするなど対策を行うよう呼びかけています。